どうも皆さんこんばんは、高島誠福島復興支援ライブ、in 埼玉へお越しくださいまして本当にどうもありがとうございます。頂点を極めた、ボーイというバンドのドラム、そして、今回福島復興のために自ら全国を飛び回り、ドラムを叩いて復興支援を行っているという本当に本当に熱い人です。紹介します。元ボーイドラマ高島誠。やって、そうですね、震災後6月ぐらいから始まったんですけど、5月かな、6月ぐらいから始まったんですけど、もう30数本全国各地やってますけども、ね、一緒にこう歌ってくれてる、奥地太郎君、彼もね、ちょっとその震災にですね心を動かされた一人で、そこからしょっちゅう福島の方に、仮設住宅を回ったりとか、いろいろお仕事をついに震災復興の方に身を投じてしまった珍しい方でございましてですね、彼の尽力がありまして、今日は福島の方からもうライブを楽しみに見に来ていただいた方とかをいろいろこうあてがっていただいて、もう僕も何もあんまりできないんですけれども、彼一生懸命やってくれてるんで、一番最初にねやってくれたのが確か岐阜でね、彼が主催してイベントをやっていただいて、今回は2回目になるんですけども、熱い男でぜひぜひ太郎くんの方にも熱い声援を送ってください。皆さんありがとう。どうもありがとう。そしてね、本当に今日ね、ランドウォリアーズのね、清志くん本当に久しぶりなんだよな。本当に多分ね、一緒に演奏したことはもしかしたらないんじゃないかっつうぐらい。